さまざまな要因によって物価下落や需要の減少が連鎖的に起こり、景気が悪循環に陥ることを螺旋という。なかった、はい、匿名希望。リフレスパイラル。正解です。茨城県つくば市。茨城県内を地盤とするつくば銀行の一室で行われた一風変わったイベント。その名もエコノミクス甲子園茨城大会。このイベントは高校生が金融経済に興味を持ち、金融経済に関する知識を学ぶきっかけを提供することを目的として行われました。県内からは32チーム64名が参加し、金融に関するクイズに挑戦しました。決勝へ駒を進めたのは、得点の高い順から水戸第一、俺たちのミクス、土浦第一、インドール、並木中東、タムタム、土浦第一、MIT、水戸第一、マーシャルプラン、並木中東、エキノコックスの6組12名。決勝戦では労働制度に関する問題、就職活動に関する問題などが出題されました。就労に関する制度をカタカナでお答えください。はい、第一ヒントです。大学生の就職活動の実質的な開始日である会社説明会の解禁日が今年度から3月に繰り下げられました。そのために優秀な学生を囲い込みたい企業がこの制度を実施する例が増えています。それでは回答したチームは行動してて起立してください。タムタムが回答いたしました。残り3チーム、第2ヒントで、第2ヒント頑張ってください。第2ヒントです。日本においては以前は医学研修生のことを指していましたが、現在ではビジネス全般において行われることとして認識されています。正解はインターンまたはインターンシップです。企業名をお答えください。はい、第一ヒントです。1976年にスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックらによって創業されました。
すごい優秀で頑張ってくれたんで、こんな結果になったんじゃないかなって思います。難しかったことを挙げるとすれば、やはりその周りの人たちがとても強豪揃いで、その中で戦っていくのがすごく難しかったです。優勝した水戸第一高校俺たちのミックスチームは、2月15日に東京で開かれる全国大会へ出場します。